広告で、こんなゲーム見つけました。少年がゆっくり歩いてます。これが何なんだよ。成長していくと、走ったー。ムキムキになってんじゃねえか。レースクリッカー、タップタップゲーム。まずは少年を走らせて、左上のお金ゲージを増やしていきましょう。ゲージ貯まるごとに一定量、お金増えてくぜ。お金で増やせるステータスは、スタミナ、スピード、そして収入を増やすインカム。スタミナとスピードを上げると、ムキムキ数字も増えるから、少年のガタイが良くなっていくぜ。150で、かなりムキムキ、育ちすぎだろ。スタミナ、ステータス、インカムを上げたので、収入の効率はどんどん良くなってきました。では、レースしていきましょう。スピードドリンクをゲット。レースは3人だな。相手もなかなかムキムキですね。大事なのはスピードだぜ。最初の姿勢は、クラウチングスタート。パワーを貯めまくります。貯めて貯めて貯めて、まだまだ貯めて貯めて貯めて。いけー。早すぎんだろ。フィニッシュは目の前。ゴール。何なんだよこれ。新しく、スケボーをゲット。さらに、自転車もゲット。これは、かなりのスピードが期待できます。ではでは、レース中に。対戦相手多すぎだろ。全部で10人、しかもみんなマッチョだな。これは、速そう。スタート前にしっかりパワーを貯めて、速度は100超え、スタートダッシュ期待できるぜ。いけー。スケボー乗ってんじゃねえか。走る人と、スケボー、道路が劣悪になると、自転車に乗ります。ぶつかってぶっ飛ばすと、スタミナ増えてくぜ。だんだんスタミナ減ってしまうので、ぶつかりながら、うまく走っていく必要があります。ぶつかられるとスピード落ちるから、避けながら走っていかないといけないな。現在3位、前の人をぶっ飛ばして順位上げましょう。後ろからの追い上げ早いぜ。もう見えなくなってしまいました。え、そんな早いのか？ここからは、またスケボー。でもこの距離なら、追いつける。急に入り乱れてきたぜ。残り、あと半分。まだ勝負はわからないぜ。ぶっ飛ばしながら、少しずつ順位を上げて、現在2位、1位は見えてるぜ。距離詰まってきたので、追い抜いた。すぐ追い抜かされたぜ。ランニングのくせに速すぎるでしょ。どんどん抜かれてんじゃねえか。前の人たちはぶつかり合ってくれてるので、また2位に浮上。これで1位、そろそろゴールに着くぜ。このまま逃げ切れるかどうか、集団は密集してるぜ。安心できません。後ろが迫ってきたな。続々と抜かれていきます。これまずくないか？逃げ切りなんて許しません。インコースで抜き切って。逆転ゴール。オートバイをゲット。そして、ハンググライダーゲット。装備ガチャ、引いていきましょう。オレンジのレジェンダリーが当たりだぜ。来るか来るか？止まったー。スピードプラス 5.3%。なかなか強そうだな。では、この装備でレースしていきましょう。全部で10人、右後ろからスタートだぜ。速度はかなり速く、時速250キロ。いけー。最初はハンググライダー。地上の人は走ってます。混じり合うことはないのか？ハンググライダーゾーンではこのまま。人が密集してないと、性能差そのままだぜ。ここからはバイクゾーン。みんな同じところを走ります。ごちゃごちゃしてきたぜ。順位を上げるチャンス。でも、他の人たち早すぎるぜ。少しずつ、近くなってます。ここからまたハンググライダー。そして地上、走っていくぞー。結局走るのかよ。250キロ出てるのに、追いつかない。カーブでうまく抜いていくしかないぜ。スタミナが、そろそろ危ない。人にぶつかっていかないと、走りながら回復できないぜ。ここでスタミナ切れ、時間ロスだぜ。最終出発だー。この遅れは痛いな。終盤になっても、順位は後ろの方。もうこれダメだろ。いや、スタミナの心配が全くないので、なんとかなるかも。いけー。どんどん抜いてる。これはもしや？あー。やっぱり金取れないのかよ。